スチャダラパーさん25周年おめでとうございます。吉本新喜劇の小籔和豊です。ということで本当に、まあスチャダラファミリーの、吉本新喜劇の小籔でございますが、まああのスチャダラさんというのは本当にもう普段から、まあプライベートそして、お仕事ともに大変お世話になっております。もともと僕はですねもうスチャダラパーの大ファンでございまして、まあカーステとか家で本当にアルバムをいろいろと聴かせていただいてたんですが、まさかですね本当にこんな、一緒にお酒を飲みに行ったりとか、普段から可愛がっていただいたりとか、まあ、してですね自分がやっているフェスにですね、7年連続出ていただけるなんていうのはもう本当に思ってもいませんでした。気のいい方々でございますし、すごくこう、お笑い的にもそして、すごく褒めていただける、まあ、スチャダラパーが褒めてるんだったら俺なんとかいけるかもなみたいなことで、最初出会った頃なんて何の仕事もなかったんですけども、あのお三方がですね面白い面白いいいよいいよなんて言ってくださってですね、今は見てください死ぬほどアゲアゲでございます。本当にテレビラジオ引っ張りだこになったのもスチャダラパーさんのおかげでございます。まあ、あの20周年の時もお世話になりましたが、またこの25周年のね節目でもこんなコメントをさせていただけるなんて、光栄に思っております。25周年と言わず、30周年40周年50周年と、頑張っていただきたいと思います。吉本新喜劇の小籔でした。おめでとうございます。